こんにちは、ずんだもんなのだ。今回は久々にお仕事の依頼だったのだ。今回はオープンコアの上 CTI、 別名オープンコアモッドの使い方をまとめるのだ。まずオープンコアの上 CTI の説明なのだ。ノー ACTI 版は Windows などの起動の際に ACTI を偽装しないオープンコアなのだ。そのため Windows を正しくブートできるので、正しい TR ブートができるのだ。問題は公式なリリースバージョンがないということなのだが、 Alpha さんはこまめにビルドして載せているのだ。 ETWISE さん本人曰く、自分でビルドしてねとのことだったのだ。以前紹介した時にはオープンコアコンフィギュレーターで設定できることを知らなかったので遠回りしてたのだ。今回はオープンコアから直球で説明できるのだ。まず違いの説明をするのだ。アルファさんのページから今の最新のオープンコアの ACTI をダウンロードするのだ。サンプル P リストで紹介するのだ。CTI カークスのイネーブルフォーオールがブールチデファルス、ブーターカークスのイネーブルフォーオールがブールチデファルス、ミスクブートのスキップカスタムエントリーチェックがブールチデトゥルーなのだ。つまりこの3つがオープンコアに足された形なのだ。さてオープンコアコンフィギュレータでは、Windows のタイトルにどのコンフィグ P リストを編集するか出ているので、プリファレンスで前もって調整するのだ。早速サンプル P リストを開いてみるのだ。この部分を押すとモッドの隠し項目が出てくるのだ。もう一つはここ、最後にここなのだ。これで項目の紹介は終わったので、次に実際にオープンコアからオープンコアの ACTI にしてみるのだ。まず念のため元の EFI のコピーを作っておくのだ。仮置き場を作って EFI をムーブ、リリース版の展開ファイルをムーブして、まずはオープンコアの ACTI を EFI パーティションに入れるのだ。個別設定部分の ACTIコンフィグ P リスト AEXT リソーシーズを上書き、このオープンコアがモッド089なのを確認、コンフィギュレータのプリファレンスを前もって設定するのだ。そうしたらコンフィグ P リストをコンフィギュレータで編集するのだ。まずさっきの3つ部分をちゃんと設定し直せばいいのだ。この設定の場合 Windows11 はメニューエントリーとして別に設定したのだ。この部分の詳しい設定法はこの動画を見てほしいのだ。起動するとこの通り Windows11 の項目が出ているのだ。マザーボードのところを見てほしいのだ。偽装されずにきちんと ACTI
のまま渡されているのだ。こんな風に脳 ACTI 版は結構役に立つのだ。特にブートする項目が多い場合のノートパソコンなどは EFI パーティションの容量が少ないので便利なのだ。皆さんも活用してほしいのだ。長い間見てくれてありがとうございます。また見てほしいのだ。